近頃聞いた話なんだが、猛虎の死骸が増えてるんです。またお侍が現れたらしいよ。鎧を仕立て直しましょうか。これで安全です。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。助かった。将軍様が…血を欺けなんて頼まれたらよ。頼んじゃないよ。これはまだ根に持ってんの。逃げ足だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ。一月も。一月も借りは返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山師、鷹をあざもうらから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく。何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。うっ、よこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのようなありさまだ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてるやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。
前で身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。軍師兵っぽい。おい、止まれ。ダースだ。ダース、ほれ、酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。たかも同じ目に遭うかも。腕のいい荷重ならば傷つくこともわかろう。わからないだろう。静かに。ボンコ、ボッサディッチ。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺は死ぬんだろ。分かってる。いやー、皆さん、窓がカラッカラじゃないですか。うまい。この上見て、門のそば。あれが一通りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしており、鷹のところに行くかも。追うぞ。きっと高は無事だ。肝が小さいから行くぞ。ノヨント、ビーネゴリオ聞こえん。おい、どうした。鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。
だがお前も気を抜くでないぞ。나이스한바구에지금하루一人だ。逃がさないよ。チンハルボ。チンヨン。休ませてくれ。高田、やめてくれ。姉さん。高、何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ、どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。そこから出るぞ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。
왔다 그랬대. 자, 가깝게 거이. 아스, 맥주를 얼굴에 호갔나. 草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ。俺は後から向かう。ジン、ありがとう。Thank you.